朝のストラスブール、ただいま9時ちょっと前ですね。プティフランス地区を朝のお散歩をしてみたいと思います。で、ここでテーマ音楽が入ると、ぐるっとちょっと回っていきたいと思います。いろいろと朝なんでまだほとんど準備ができてないんですけれども、お店もまだ開いてないです。意外とこっちの方は朝遅いですよね。今日は9月の15日ですけれども、朝晩は12、3度ですね。結構涼しいです。私は歩行者は右側通行なのか左側通行なのか未だによく分かってないですね。上下するんです。こちらは劇場ですね。向こうはあれは何なのかよく分かんないって言われますけど、
します。石畳なんてすぐ歩きづらいんで、どうしてもゴツゴツとしてしまいますね。さっきの水路ね、ここに2つありますけど、見えますけど、あれが門なんですよね。3つ本当は並んでる 塔の門なんですけども、2つしか見えないですね、ここだとね。下の方に、建物の下の方にいろいろと流れがありますね。この橋がですね、実は動くんですよね。船が通るときに動きます。向こうから船がやってくるんですけども、出発線に戻ってきました。